どこにもいないな。ん？あ、緑もいなくなった。ん？おっと！全部回ったもんね、今ね。これ、舞ちゃんかな？舞ちゃんっぽいな。はーい！やった！サラちゃん！会えてよかった！舞さん！無事でよかった。九太郎さんは、ケイジさんは、九太郎さんは、いや、無事でよかった。無事でよかった。本当に。ありがとう。ねえ、筋肉ゴリラは、どうして一緒じゃないの？安心して、怪我してるから、隠れてもらってるの。どこに？教えて、合わせて。本当は、よかったじゃん。すぐ来れなくて、悪かったな。それより、車田は？車田さんも無事です。充電室で充電をしています。何の反応ですか？舞ちゃん。そっか、よかった。ん？ねえみんな、すごいことが分かったの。やっぱ舞ちゃん人間なんだろうな、これ、この感じ。ちょっとひなこちゃんと舞ちゃんどっちが人間かなって思ってたけど、舞ちゃんっぽいよな、指紋といい、このなんか状況といい。ん？ダミーズが生きたまま、緑に勝つ方法？え？ほんとかい。嘘、すごいじゃん、舞ちゃん。それでね、ID カードが必要なの。すこぶる怪しいね。この状況でどうやって君を信用しろと言うんだい？持ってません。持ってませんね。シャラ姉ちゃん嘘ついちゃダメだにゃん。よかった。じゃあちょうだい。私が九太郎さんに渡してくるから。え？合わせてくれないんですか？ダメだよ。すごく集中してるから。九太郎の考えはわかんねえけど、いいんじゃねえか？もともとメイプルに返すつもりだったしな。そう、だな。わかりました。いいの？大丈夫かな？前に ID カードを渡した。ありがとう、サラちゃん。チュッチュッ。とにかく、九太郎さんをよろしくお願いします。信じて、いいんですよね。あと、追ってみるべきなんだろうか。おうよ。追うしかないって。追わなきゃダメだよ。どこ行った？あいつどこ行った？あいつって言っちゃった。舞さん、こっちの方へ向かってましたよね。どこにもいないな。いや、ここにも隠し通路あんじゃねえのかなと思うんだけど。何か、おかしい。ここをもっと調べる方法はないだろうか。灯籠だ！私たちには灯籠という武器があるんです。舞ちゃんは知らねえだろうけどな。ほら。お、あったね。何か浮かび上がってきた。これは、学校の絵でしょうか。この絵、どこかで見た覚えがあるな。な？なんだこの絵。学校の美術室か？なんか書いてある？別に書いてはないか。美術室にあるか？学校の絵。これだ！ロッカー室にも学校の絵が書いてあったような気がする。調べるにも背が届かねえよな。どうする？ピラミッド肩車乗れる台を探す。ピラミッドかな。ピラミッド、組体操の要領でやってみればいいんじゃないか。何人でやる気なんだよ。ラマルくん、肩車してよ。ダメか。刑事さんがいれば、肩車で届いたかもしれないけど。俺が壁に手をつくから、肩に乗れよ。ちょっと困るなぁ、もう。ランマルくんもサラちゃんのこと大好きじゃないの。いけるか？やってみるか。
乗るか。ちょっとその前にセーブするけど。これで重いって言って崩れたら最低だからね、ランマルくん。女の子のこと重いなんて言っちゃダメだからね。一度しゃがんでくれ。乗るぞ。おお、いけたか？おい、最低！なに？違う、軽いぞ。付き合いたてのカップルか、お前ら。困るね。ちょっと私、ケイジさんとサラちゃんの関係性すごく好きだったんだけどさ。ちょっとランマルくんが急に株上げてきたからさ、ちょっと困るわ。どうしよう。ずっと困っちゃってるわ、最近。落ち着け。動揺するな。絵を調べる、弁明する。いや、弁明しなくていいよ。あ、弁明しちゃった、間違っちゃった。靴が重いんだ。あと制服も。サラ、絵を調べてくれ。はい。絵が開いた。奥には秘密のロッカーと書かれたスイッチがある。どうするか。押そう。スイッチを押した。何も変わらないな。この部屋じゃねえのかな。まあ多分ロッカールーム、あそこが開いてると思うんだよね。奥にあった隠し部屋というか、その充電器みたいな感じで。よいしょ。開いてるね。そうだよね。いや、舞ちゃん、舞ちゃん、お願いだよ。裏切らないでね。ロッカーの先に真っ暗な通路がある。上の階と同じ隠し通路か。中から誰か出てきます。うえん？何のお出迎え？緑、そこで何をしてた？知らない。中は一体何の部屋なんですか？そんなの自分たちで確かめなよ。どうする？私たちも入ってみるか。まあ、入るしかないでしょ。ここくらいしか九太郎さんが隠れられる場所ないでしょ。入ろう。行きましょう。頼む。うわ、嫌だねー、ここねー。緑がダミーズたちを生み出して、ペアたち殺そうねーって言ってた場所じゃないの、ここって。違うかな。じゃあ、1階のフロアの奥の、あれは何だったんだろう。光に照らされたベッドがある。まるで手術台だ。ライトからはまばゆい光が照射されている。直視したらダメだな。直視したらダメ。これは何？何かのスイッチがある。電源のようにも見えるが。一応灯籠を使ってみる？灯籠には何も書いてなさそう。スイッチ押すか。はい、押します。ん？明かりがついた。あ、充電器じゃない？これもうこれで。ちょっとセーブします。工具が多種多様に取り揃えられている。修理屋さんみたいだ。大きな箱には修理済みと書かれた紙が貼ってある。中身は何も入ってないな。ドリンクサーバーが置かれてる。また飲み物か。これホット専用じゃん。お、梅昆布茶ありますか？梅昆布茶飲みたいです。何テンション上がってんだよ。充電機能はないみたいです。つまり何でも誰も困らないってことですよ。カンナ、ココアがいいです。サラさんは？いいか、カンナ。遊んでる場合じゃない。ココアだ。お湯だ。お味噌汁だ。お味噌汁あんの？お味噌汁がいいな。私は味噌汁だ。白味噌、黒味噌、赤だしでも何でもいい。ねえよ、スープバーじゃねえんだぞ。じゃあ、何でもいい。ドリンクサーバーで少しだけ癒された。いやー、ここの癒しの時間が怖いんだよ。この癒しがあるからこそ、この奥が怖いんだよ。これ何？ドアの前には鍵穴のついた機械がある。え、ここだけ鍵穴？この奥に舞さんはいるんでしょうか？ちょっと待ってよ。じゃあなんで緑が出てきたの？ダメだ。ノックしても反応ないよ。どういうことなんだろう。いやー、グルな可能性あると思うんだけど。ねえ、これ以上ここを調べても意味なくない？しかし、舞さんがこの中にいるかもしれない。私、墓地をもう少し調べてみる。いくらメイプルがあの状態でも、やっぱり一人は危なくねえか。じゃあ、ランマル、ついてきてよ。なんで俺？ほら、
私の分のココア持って。飲みすぎだろ。お、ひなこちゃん、なんでランマルくん選出したんだ？僕たちはどうするにゃん。もう少しこの回で刑事と九太郎を探してみようぜ。舞を疑うわけじゃねえけどさ。いや、まあ疑っちまうよ。私は疑っているよ。だって間がおかしかったもん。もっとテンポよく会話できるはずだもん、舞ちゃんって。やましいことがあるからあの間が生まれるんだい。ベッドで寝てたりしない？しないか、しないよね。ここいつになったら開くんだろう。死者が揃えば宴は始まる。ん？なんだ？ん？何か音がするな。さら姉ちゃん、危ない！おっと？うわぁ、怖い。危なかったにゃ。天井が落ちてきたのか。え、ってことは5階のどこかが崩れた？メイプルが暴れたせいなのかな。あ？リングの上に瓦礫。なんかインクみたいな変な匂いがするにゃ。インクみたいな変な匂い。別に天井を調べられるわけじゃない。インクね。5階行ってみようか。あ、行けないのかい。5階はなんで行けないの？あ、もう少しこの階を探索しようかってことだからってこと？ここ調べられないもんね。墓地。墓地にはひなこちゃんいる？あ、ランマルくんもいるね。あ、こんなに身長差あるんだ。やっぱりまだ焦げ臭いわね。なんでひなこの付き添いに。俺はサラが良かったのに。俺はサラと一緒に行動したかったのに。サラとずっと一緒にいたいのに。ちょっとやだ、ランマルくん。やめて、なんてこと言うのよ。照れちゃうわね。私が言わせてるんですけどね。他ね。別になんも、瓦礫が落ちてきたくらいで。ここになんかあったりしないよね。やっぱメイプル？ピクリとも動かない。ブレーカーオンになってる。風景の絵がある。ナオさんの絵がある。痛々しい絵がある。ピクリとも動かない。あ、そっか、あれだ、灯籠だ。あれ、つかないな。故障か？え、つかなくなっちゃったの？マジか。あー、そっか。あ、つく、え？あれ、つくじゃん。え、なんで美術室ではつかないんだろう。これはつけられるね。あー、見える。リングの上に瓦礫が落ちている。なんだ、灯籠の光で文字が映し出されたぞ。読もう。手書きの文字だ。かなりかすれてるけど読めるぞ。ん？誰だ？さらばだ。私は一足先にこの施設を出よう。もちろん、裏の世界の再編などと計画を進めた責任は感じる。極上忍ぶ？だが、多数決で死者を決める？もう付き合いきれん。ここの6階には誰も知らない脱出口がある。文章に気づいた君は優秀だ。ぜひ私の元へ来なさい。新たな闇の世界を共に築こう。極上忍ぶ、おー、やっぱりな。極上忍ぶ。交番の指名手配の張り紙と同じ名前にゃん。どういうことだ。天国事件のことを話した。裏稼業のドンを決めるための殺し合い。いや、デスゲームってことかよ。はい。そしてこの壁にそれが書かれてるってことは、行われた場所はここなのか。すげえことじゃねえか。もし全部本当なら、6階にはまだ脱出口があるかもしれねえ。限りなく小さな希望だぜ。そんなもんとっくに封鎖されてるかもしれねえし、残ってたとしても私たちが見つけられるかわかんねえ。でもゼロじゃねえ。帰れる希望はあります。サラ、痛いです、猫さん。悪いな、抱きしめてやんねえと気が済まねえよ。希望。あの出口を見たときは全てが絶望に変わったけど、今
ほんの小さな、か細い光が見えた気がする。それに、もしも舞ちゃんの話が本当だったら、私たちだって、一緒に脱出できる。信じたい、な。信じたいけどさ、私はどうしても舞ちゃんがうさんくさく感じられて仕方がねえんだよ。これで九太郎さんにも刑事さんにも会わせてくれてたら、もう疑わなかったよ。九太郎さんにすら会わせてくれないんだもん。ちょっと信じられない。みんなね、信じるって決めてるところ悪いけど、みんなが舞ちゃんを信じても、ひなぴよは舞ちゃんを信じない。で、なぜかここではつかないでしょ？うん、つかないな、故障か。ここではつく？ここでもつかない。ここではつく？ついた。ついたけど、もう何もないね。そっか。やばい、行き詰まっちゃった。おいおい、あれ？変わってる。まあ、サラ。車だから、何か連絡来たか。そういえば、何の連絡もないな。トランシーバーで確認しよう。トランシーバーに声をかけるが、何も応答はない。あいつ、移動してるんじゃねえだろうな。まさか。ちょっとトランシーバー貸してくれよ。様子見に行って、いないなら探してみる。ここでココア係も飽きたんだよ。任せてもいいのか？いや、私も一緒に行きたい。もちろんだ。ランマルにトランシーバーを渡した。気をつけるんだぞ。はい。本当にランマルくん危険なことしないで。行かないで。でも危険なことをしなきゃ乗り越えられない試練なんだろうな。5回見て回りたいのにな。他どこ行けばいいんだろう。あれ？いない。あれ？メイプルが消えた。まさか、また動き出したんじゃ。そんな、あの状態から動き出すのか。まずいな。ID カードをパン屋さんにあげたままは。今出会ったら、まずいことになる。危険だぜ。セーブだぜ。どうするぜ。おお、びっくりした。何してんの？緑。ねえ、暇ならこれ運ぶのちょっと手伝ってくれない？あ、メイプルか、もしかして。なあ。そうだ。それは、メイプルだよ。かわいそうにね。どこへ連れて行くつもりだ？そりゃあ手術室だよ。治すんだ。僕の愛の力でね。ふざけんな。させるかよ。あれ、メイプルに生き返ってほしくないの？かわいそう。違う。また苦しませる気なのかって言ってんだ。止めたきゃ僕を殺しなよ。それこそメイプルくらいしか僕を殺せないだろうけど。はい、どいてどいて。手術室行くんだから。行っちゃった。くそ、どうすんだあれ。手術室行く？中からは緑の笑い声とガチャガチャと工具をいじる音が聞こえる。どうしたら、止められねえのか、あいつを。目の前で大変なことが起きているのに、何もできない。このままじゃ、また一方的にメイプルに狙われるだけだ。刑事さん、私は、どうしたら。ん？違いになってたのかな、もしかして。あれだよ、右のエレベーターから降りてる間に左のエレベーターから登ってたんじゃないの。
ああ、聞こえるかな。え？おまわりさんだよ。みんな元気かな。もうよかった、もうよ。君が死に実況続けられる。怖い。何？これ。ちょっといろいろ説明したいところなんだけど、あいにく時間がなくてね。もしこの声を聞いていたら、お願いがあるんだ。ID カード、教室へ持ってきてほしい。舞ちゃんに取られました。必ずサラちゃん一人で来てほしい。頼んだよ。舞ちゃんに取られました。今の、刑事の声だったよな。確かに、そうだったけど。おまわりさん、やっぱり無事だったじゃん。でも、本当に。なんだよ、疑うわ、バケツ女。だって変です。サラさん一人に ID カードを持ってこさせるなんて。でも、それなら誰がこんなことできるにゃ。そうだよね。緑もメイプルもこの奥にいるし、舞ちゃんはどこに行ったのかわかんないし、キュー太郎さんもどこに行ったかわかんないけど。確かに、緑はここにいるしな。このランクアップパーツでさ、編成機付き、お手手みたいにならなければ、大丈夫だと思うんだけど。行ってみるしかない。ID カードを手に入れないと。ID カードを手に入れないと、舞さんはどこに。大変だね。ID カード返すよ、サラちゃん。え？偽物じゃない？それこそまた、シンくんブワーなるんちゃん。笑顔のシンくんブワーって。舞、中にいたんじゃなかったのか。え？私は外にいたよ。それより今の怪しい放送、確かめに行くんでしょ？舞ちゃんどこにいたの？だって散々探したよ。私、ここで見張ってるから、みんな一緒に行ってきて。ああ、猿だけを危険な目に合わせてたまるか。頑張ってね、みんな。いや、一人で来てほしいって言われたもん。刑事さんに一人で来いって言われたから、私一人で行くんだもん。なんか、変だ。舞さんは、何かおかしい。そうだよ。あ、刑事さんのハート、ブギウギ。なんだそれ。ハートをこう、掴む。刑事さんから教わった心理学フロー。ダイスロール。一人で行こう。いや、私は一人で行く。そう。ダメダメ。危険だよ。ほらほら、行こうよみんな。おい、わかったから押すなって。舞ちゃん、変だよ。だって一人で来いって言われてるもん。ほらみんな、早く乗って。やっぱり、変です。カンナちゃん、君ならわかってくれると信じていたよ。これ、カンナたちを呼び寄せるための、罠なんじゃないですか？どうして？刑事さんを信じてあげようよ。行かないってのもありだぜ。キュー太郎だって見つけてねえしな。キュー太郎さんは元気だってば、もう。みんな、ごめん。私は一人でエレベーターに乗り込んだ。よくやった！私も行くぜ！スルリ！サラ！絶対に、すぐ帰ってきます！どんなに怪しくても、刑事さんについて何かわかるなら、私は知りたい。もしそれが、最悪の結果であっても。教室、だったな。行くか。怖え。刑事さんに会いたい。お願い、会わせてください。
無事に刑事さんに会わせてください。ちゃんと人間の刑事さんに会わせてください。いない、刑事さん。刑事さん、誰もいない。出てきて。ああ、頭から頭上に気をつけろって言ってたから、あの上から刑事さん降ってきたりしないしないよね。え、あ、教宅の近くで何か物音がした。え教宅の裏に誰か隠れてる。近づこう。私に勇気を。なんだ？罠？うん？え？来ちゃダメだ、サラちゃん。え？なんで？刑事さん？ん？どういうこと？なんで？何？何？なんで？あれは、刑事さんなのか。でも刑事さんの影でしかないけど、刑事さんじゃない可能性もあるの？え？話をしないと。そうだ。そうだけれども。え？話しよう。その声が、刑事さんですよね。来るな。え？話をしないと。呼び出したのはあなたじゃないですか。いいから。え、なんで近、もう近づかずに話しようよ。生きてたなら、なぜ？こっちへ来ちゃダメだ、サラ。え、何？あ、体に鋭い痛みが走る。刑事さん。サラ！最後に目に入ったのは、確かに刑事さんの顔だったと思う。体は違ったのか、もしかして。時は遡る。は、あ、棺開いた。よう、気分はどうぜよ。なんや、辛そうな顔しよって。返事ぐらいするかじゃ、刑事。おはよう。ああ、開いてる。うん、まだ頭がクラクラするね。いや、よかった。もう、刑事さんが生きてたってだけでもう、もうよかった。無事でよかったぜよ。立てるかよ。ちょっと立てないかな。ちょっと立てないかな。じゃあ、閉じるぜよ。ひどい。寝るって。ねえ。なんか元気ないよ。大丈夫？そんなことないさ。嬉しいな。感情表現の薄いやっちゃな。っていうか、キュー太郎さん怪我大丈夫な？頭を起こして、今の状況を確認しなきゃな。ああ、左下のデータが、刑事さんになってる。ああ、でも刑事さんのなんか学生証じゃないけど、なんか刑事さんの名刺みたいな、あれは見れないんだ。残念。じゃあちょっと今日はこれくらいで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。あー、ここから刑事さんパートってことか。うわー、でも生きててよかった、本当に。ここから刑事さんの挽回パート始まります。よろしくお願いします。